ミキさんの剪定講座へようこそ。今回はこちらで生け垣に適した樹種をスライドショーでご紹介します。ところで、この前にですね、2つアップしてあります。1つは生け垣について、普段の手入れの仕方、手入れの時期などについてですね、この501、ここですね、これで検索して、ぜひですね、こちらを先にご覧ください。で、こちらはちょっとした手間をかけると生け垣がきれいになります。それから、これが皆さん困ってると思うんですけど、生け垣が大きくなりすぎちゃって困ってる、これのですね、修正の仕方、これはですね、2編でミキさん剪定551でですね、検索してこれらをですね、先にご覧いただくことをお勧めします。今回はですね、広葉樹で生け垣に向いた樹種のスライドショーです。前回アップしたのはこちらで、生け垣の様式、針葉樹でしたね。それで、広葉樹と針葉樹の一番大きな違いはですね、2、3年ほっといて木が大きくなっちゃった。それを小さくしたいという時にですね、広葉樹は修復が容易です。針葉樹は修復にコツが必要です。そのコツについてはこちらをご覧ください。はじめにということでですね、少し大事なことをお伝えしたいと思います。まずこのスライドショーはですね、こんな生け垣が欲しいなというですね、大まかなイメージをお伝えするまでです。ですから、こんなのがいいなと思ってお気に入りが見つかりましたらね、他のウェブサイトでその木についての性質などを詳しく調べてください。それと、あなたのお住まいの地域によってですね、他の地域と気候や土壌が異なります。あなたのお住まいの地域に適していない木を植えますとね、その木は病虫害に侵されやすくなりますので、美しい生け垣にはなりません。ですから、まずはご近所をちょっと散歩してですね、どんな木が生け垣に使われているかというのを見てください。それでご近所でよく使われている木がですね、その地域でによく適合した木だということができると思います。そして、最終的にはですね、苗木を求める地元の植木屋さんに確認、相談をするのが一番です。必要な方は一時停止してご覧ください。はじめにの2、スライドショーが始まる前にですね、あれこれ申し上げて申し訳ないですが、生け垣の目的、役割を考えておくとですね、スライドショーで木を選ぶときの参考になると思いますのでお伝えします。生け垣の目的とか役割っていうのはね、区切りをつける、境界をつけるということでね、例えば道路とか隣の家、自宅内では表庭と裏庭の区切りをつける、それから結構大きな役目としてね、目隠しというのがありますね。で、この目隠しというのはですね、個人人によってですね、目隠しの感覚っていうのは大きく違います。私はもう全然気にしないのつってですね、ガランドでもスケスケでもいいお客さんもいらっしゃいますし、こんなお客さんもいましたよ。板塀にですね、節穴が開いている。節穴に目をつけなきゃ中が覗けない。そんなような小さなね、ものでも見られるのは嫌だというようなお客さんもいらっしゃいました。ですから、この目隠しの度合いについてはですね、商売、業務で得られる方はお客さんと十分話し合うことです。それと、車高、防音、車のヘッドライト、車の走行音、それから防音ね、防犯。防犯はですね、あんまり囲っちゃって中が見えないと、泥棒さん隠れるとこがあって嬉しいそうです。逆にね、中が適当に見えて、しかも中に花などがあると、通行人が中の花を見るということでですね、
防犯効果がある、泥棒さんは嫌がるということです。それから庭の中に何かアクセントとして生け垣を作るとか、季節感を感じるなんていうのも役目としてあると思います。必要な方は一時停止してご覧ください。次のページからスライドショーでですね、おすすめしない木を挙げていますが、それの選定基準です。まあ、一つはトゲがあってですね、選定管理するのに痛い、片付けが大変だ。もう一つはね、成長が著しくてですね、困ってしまうぐらい伸びる。また、2、3年ちょっとほっといたら大きくなっちゃって、その木をですね、小さくし直すのが、難しい、ちょっとコツがいるというような木を挙げました。が、まあ、私がおすすめしないだけでですね、皆さんがお気に入られたらどうぞ使ってください。まず第1番にご紹介するのが、ピラカンサ、トキワサンザシですね。ピラカンサの仲間には橘ボドキなんて言ってこんな色のもあります。この木はですね、結構この秋にこれだけたわわにですね、赤い実がなって人気があるんですが、で野鳥がね来るんで野鳥好きの方にも人気があるんですが、植木屋さん泣かせです。まあ植木屋さん泣かせっていうことは、あなた自身がですねこの木を手入れしようと思うとね、トゲで痛くて痛くてですね、まず切るのに往生する、それと切った後の枝をですね片付けるのが大変です。まあトゲがあるので防犯にはいいですが、ともかく植木屋さん泣かせの木です。花はね、こんな花が、可愛い花が 4、5 月頃咲きます。島トネリコですね。このお宅のこの生け垣はね、このぐらいでいいんです。このぐらいの高さあればもう十分目隠しにもなるし、十分なんですが、これ以上こんな風に高くなっちゃうとですね、日差しが入んなくて部屋が暗くなっちゃうんですね。で、いつもこのぐらいまで必死に詰めるんですが、またよくね、行くとこんなになっちゃってるんです。シマトネリコはですね、大変成長が旺盛です。で、かなり慣れた人が年に何回かやっててもなかなかおとなしくなりません。でね、一度大きくなっちゃったらもうね、収まんない。だから生け垣には普段管理をしている私としては、生け垣にはこの樹種はお勧めしません。月桂樹ですね。月桂樹はですね、この葉っぱをですねお料理に使えるということで植える方がいるかもしれませんが、この木はもう絶対お勧めしません。実はね、ここの中でも紹介する、ここに登場する予定なかったんですが、他の YouTube 見てましたらね、月桂樹を勧める方がいたので、これはいけないなと思ってここにいて登場させましたがね、もう月桂樹はね、太くなったら手に負えません。いくら切ったってどん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 伸びます。もう葉っぱなんてね、買ってきた方がいいです。もうともかく大きくなりすぎる木ですので、皆さん、プロでも素人のアマチュアの方でも手に負えません。ですからこの木は植えない方がいいです。サンゴ樹です。実がですね、あの南の暖かい海の中でにあるサンゴに似てるもんですからサンゴ樹というそうです。葉っぱが大きくて照りがあってとてもいいんですが、実はあんまりおすすめ私としてはできない。この木のことがあんまりよく分かっていないんですが、統括地区で私のお客さんのお庭で植わってるやつの10中8区がですね、とても元気ありません。その元気のない理由がいまいち分からない。サンゴジハムシにやられて葉っぱがボロボロになっちゃう。一つはね、この木はひょっとして成長がいい。そうするとお庭で大きくなりすぎるので、強剪定をされ続ける。なんというのが一つの原因かもしれません。よくわかりませんが、まあ、あまりおすすめしません。難点ですね、難点。
この木はね、奥様からね、とても人気あるんですよ。特にね、お正月前に私たちがお庭に仕事で入ると、南天は少し赤いの取っといてねっていうことなんです。難を転ずる、南天、難を転ずるということとですね、お正月のお料理のね、葉っぱやこの実がですね、色添えっていうんですかね、そういうのにとても重宝されるみたいです。ですから必ずお正月前に行くと取っといてねって言われます。でもね、この木は1本か2本あればもう十分です。ほっとくとね、こういうふうに下からもうどん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 新しいですねのが伸びてきて、あっという間に、でね、人の背より高くなります。思ったより高くなってですね、これを整理するのが大変ですから、これを生け垣なんかでね、また買ってきて植えるなんてことすることないです。ほっといたって、鳥が1本や2本、鳥の運んできた種でですね、1本や2本出ますから、それを利用してください。藤の木ですね、綺麗ですね。よく手入れしてあってね、ここまでするの大変ですよ。だけど藤の花がいいのはね、藤の花の咲いてる時だけです。だからこの花が好きだという方以外にはおすすめしません。特にですね、夏から秋にかけてつるがよーく伸びて這い回ります。例えばこの辺のから出てたんですが、ずーっと行ってね、このね、物置の通り越してね、隣の家まで行っちゃいます。だから、あんまりおすすめできません。それとね、これホームセンターとかで花が咲いてるの買ってきてですね、家持って帰ってくると咲かないっていうことがね、よくあります。特にね、鉢から地植えに戻しちゃうと咲かなくなっちゃう。5年も10年も咲かないなんてことがありますから、難しいですね。苗の生産者は上手に花を咲かせますね。これはムベです。アケビの仲間なんですが、常緑ですね。常緑のつる性で、特徴としてはやっぱり実がなります。これはまだ青い時、この色がですね、熟した時です。でこの実は食べられるんですが、果肉を食べるんでなくですね、種の周りにあるツルツルとしたものを味わうものだそうです。で昔は一時期食べるものがほとんどなかったから、子どもたちはこれなんかを取ってですね、砂糖のような味を楽しんだんでしょうが、今はね、うちの近くのスーパーではほとんど見ないです。まあ、地域によっては出ているらしいですが、ですからね、これを食べるという目的でこれは植えない方がいいと思います。まあ私のお客さんにこれ持ってる方いらっしゃらないんで、実際には手入れしたことないんですが、そんなつるものでね、例えばこういうふうにこうどっか伸びていっちゃったやつをこう元でつまむ、こういうものをこう手で外側に引っ張り出して元の方で切るというようなことをしていくだけですから、管理は簡単かと思います。それとね、この葉っぱ見ていただくと分かるんですがね、これ葉っぱがね7枚ぐらいついてますが、これでね1枚の葉っぱです。複葉、複数の葉で複葉といってですね、これで1枚の葉です。ではこれからおすすめの樹種を紹介するんですが、そのおすすめする選定基準ですね、私の。それはね、まずは皆さんが剪定など普段の管理がしやすいこと、それから花が咲くなど季節を感じられること、まあ同じことですが、新芽が綺麗だ、赤かったり、緑だったり、それから紅葉が綺麗だ。でそれと大事なことはですね、ちょっと油断して大きくなってしまった時、木をですね元に戻せるか、大きさを元に戻せるかということがですね、とても大事だと思います。これは蓮葉という木です。落葉樹で花は3月から4月、ちょうどね桜がね咲く頃にですね、黄色い、ちょっとこの写真あんまり黄色が生えてないんですが、生えた黄色のいい花が咲きます。公園なんかでもね、植わっているとソメイヨシノと同じタイミングで咲くので、とても
そのソメイヨシノと色を競い合ってね、とてもいいです。ただ若干ね、伸びるときにこういうふうにかなり長く伸びるというのが欠点かもしれません。この生垣はですね、シラカシです。シラカシ。この葉っぱですね、シラカシの方です。どんぐりがついてますね、どんぐり。こっちの葉っぱはですね、アラカシ、アラカシです。どちらの木もですね、割と地味で、葉っぱだけの地味な木なんですが、地味な木が良い方にはいいと思いますが、それでね、シラカシはたまに見ることありますけども、庭木ではほとんど使われてません。アラカシもほとんど私の伺うお庭にはないですね。で、大阪とかね、関西とか京都行くとですね、多いそうです。アベリア、通常私の周りではみんなアベリアと言ってますが、花つくばねうつぎというそうです。でね、この特徴はね、まあ、こんなふうに枝がピューッと長く割と伸びてですね、丈夫です。で、花がね、6月から10月までというふうにですね、長いのが特徴でしょうかね。それからまあ地域によるんでしょうが、まあ、一応常緑樹なんですが、まあ、半常緑なんていう表現をしている資料もありました。雪柳ですね。雪柳はですね、毎年ほっとくとこんな風にね、自由に奔放によく伸びます。で、花つきもね、毎年同じようによく咲きます。ただこの雪柳での困りものはですね、よく伸びすぎることでですね、この道も最初は人通りが少なかったんで、伸ばしっぱなしにしてた時期があるんですが、だんだん人通りが多くなってきてですね、まあ、花が咲いてるときはみんな喜ぶんだけど、そうじゃないときは邪魔になるだろうからということで、育て方を変えましてね、こちらはですね、年に2、3回刈り込んじゃいます。伸びてきたら刈り込んじゃう。伸びてきたら刈り込んじゃうというのを年に2、3回続けてもですね、まだ短く、こちらですとね、こうやってと長く伸びんですけども、こちらだともう刈り込んだとちょっとしか伸びない。だけどこんだけですね、花の時期に咲くことが咲きます。まあ、これでもね、結構ね、道に出張ってて邪魔になるんですが、一生懸命邪魔にならないように切ってます。錦木ですね、錦木。素晴らしく秋になるとこのように素晴らしい色に紅葉します。で、今回調べてたら、ウィキペディアに書いてありましたが、世界 三大紅葉木というのがあって、錦木はその一つだそうです。ところで、ここ の黄色いのは黄金、金まさきですね、金まさき。この緑色はちょっとわかりませんが、これも違う木です。この紅葉しているのがですね、錦木です。金目餅ですね。この木はですね、春の芽出しの時の新芽の色がこんな赤い色しててですね、生垣としてとっても人気のある木です。まあ、夏以降はこんな風に緑に戻るんですが、芽出しの色がとても綺麗。さらに、紅金目餅、レッドロビンはですね、より色が鮮やかで、また人気があります。まあ、花が咲くとね、5月頃こんな花が咲きます。で、この木でちょっと厄介なことを一つお伝えしとかなきゃいけないんですが、このね、五枚色斑点病というのがね、あって、これにかかったら、まあ、消毒をすればいいんですけども、消毒もしないで放っておく、2年、3年経ってこれが蔓延してくるとですね、木が枯れるほど傷むことがあります。ですから、一つは普段からですね、土をちょっとほぐして耕して、肥料をあげておくと、木はこういう病気に対する耐性がつきます。人間だって弱ってきたら結核が出てきます。それとね、近所にね、
カナメモチとかシャリンバイとか、まあ、この木の仲間がいたら、こういう斑点のある葉っぱがないかどうか見てください。ご近所にあるとね、これカビですから胞子がこう飛んできます。ですからご近所で蔓延していたらこの木はやめた方がいいですが、そうでなければね、そんな過度に心配する必要もないかと思います。これはヒイラギ木星といいまして、ヒイラギと銀木星、ヒイラギと銀木星が掛け合わさったものです。花もですね、銀木星だとかヒイラギに似たようなものが10月に咲きます。緑色の綺麗な葉っぱの花をめでるんじゃなくて葉っぱをですね楽しむ木です。ここにちょっと食べられてるのはね、ヘリグロテントウノミハムシというですね、虫に食べられました。一時このお客さんの生け垣はこれがひどかったんですが、土を耕して肥料をあげて、それと年に何回か、まあ、1回2回、消毒したらとても綺麗になってきました。金木星、金木星と銀木星なんですが、このお宅ですとね、ここからここ、この範囲が金木星なんですね。この辺ちょっと金木星の色がちょっと見えるかと思いますが、生け垣としては普通の常緑広葉樹とあまり変わらないので、あんまりアップの写真撮ってませんが、金木星は何といってもね、秋にこの花が咲いてとてもいい香りがすることですね。ですからこの香りを楽しみたい方にはおすすめです。それと銀木星、銀木星っていうのはもうほんと真っ白な花が咲きます。でこれはね、あんまり花つきも良くないし、だいたい香りもしないし、あまりおすすめではありません。この木は紅花常盤満作といいまして、常盤満作のこの紅花、この色ですね。普段は葉っぱはこんな色でですね、ちょっとくすんだ紫色っぽい葉っぱです。まあ、なかなか味のあるいい色です。それでこれはまあ見事に咲いている時ですね。花期は4月から5月、常緑樹です。この木はね、結構健康でね、私の知ってる限り、私の近くのお客さんでは虫にもやられないし、下手すると元気になりすぎちゃうというぐらい強い木ですね。これはマサキです。マサキはね、花をめでるというよりこの緑色の丈夫な葉っぱをですねめでますね。それから金色がかった金マサキ、もっと金色の黄金マサキ、それから斑入りのマサキなどもあります。まあ実はですね、こんな可愛らしいのはつきますが、そう目立ちません。このお客さんのね、生け垣ね、だいぶ以前は傷んでたんですが、その理由はですね、古くなっちゃってね、下からのひこばえね、ひこばえだらけになっちゃったんです。ひこばえだらけで太い幹がいっぱいあって、でそれをね、必死になってね、2、3年かけて、順次間引きました。今はとても綺麗な生け垣になりました。シルバープリペット、これはね、イボタの木の仲間です。なかなか素敵な感じですね。でね、半常緑っていうことなんですが、千葉県あたりでは葉っぱは冬でも落ちないんですが、もう茨城の北の方に行くとですね、冬になるともう半常緑っていうことだから葉っぱが落ちるようです。隠れ蓑ですね。隠れ蓑、この木っていうのはね、なんかこう常緑樹で割と日陰でも強くてですね、何とも言えないですね、雰囲気を持ってんですね。私好きな木の一つです。お客さんのお庭にも結構植わってます。割と丈夫です。すぐ背が高くなっちゃうんで、もうどんどん上はね切った方がいいです。上を切らないと下の方の枝葉がなくなって上ばっかりになっちゃいますので、上をうんと切ってあげれば下にですね葉っぱがつきます。こちらは細葉ヒイラギ南天ですね。ここの奥にコンクリートの割と背の高い塀があって、この硬さを和らげるために、
上の方は隠れ蓑、根元はですね、この細葉ヒイラギナンテンを使っています。こういう使い方をするといいですね。この木は、この木は青木です。斑入りの青木。この木はインジュといいましてね、日向よりもそこそこ明るい日陰が好きな木です。でこの写真撮ったのはですね、通路があって上に屋根があるとこですね。人が雨でも濡れないように、でそういうとこですので、暗いので、この木が向いてると思いますが、雨がかかんないので、水やりを忘れないようにしてください。それとこの木はですね、雌雄異種といってオスメス別です。メスにしかこういうかわいい赤い実はつきません。こちらはバラですが、私から何も言うことないですね。もう皆さんご存知ですもんね。木工バラですね。この木はですね、大変花がよく咲いてゴージャスで、でトゲもそれほど痛くないのでいいですね。ブルーベリーの生け垣なんていうのもあるかもしれません。ブルーベリーはこんな葉っぱですから、目隠しにはなりませんが、これを植えとくと花も楽しめるし、実も楽しめる。ブルーベリーには多くの種類があるから、いろんなのを試しに植えてみてですね、味の違いなどを比べてみるのも楽しいかと思います。サザンカですが、まあよく咲いてますね。私もですね、サザンカがこんなよく咲いてる生垣ってこれ初めて見ました。まだね、つぼみも残ってますもんね。サザンカもですね、園芸品種が多くてね、これは八重でピンク、綺麗な花ですね。いろんな花のがあります。でサザンカはですね、昔の人がもう定番としてずっと生垣に使ってる木なもんですから、やはりそういう木っていうのはですね、丈夫だし、手入れ、特にまあちょっと放任して大きくなっても小さくするのが容易だとかですね、大変扱いやすい木だと言えると思います。それでね、花がない寂しい頃にね、こんなにぎやかにしてくれるわけですからいいですよね。ただね、この木の最大の欠点というとですね、茶毒蛾というですね、毒蛾が5、6月とか9月頃の年2回発生することです。で、これ幼虫も成虫も毒持ってるんですけども、毒針毛という針をね、飛ばすんですけども、これにね、やられるとね、初めての人はちょっと大変です。まあ、お医者さんに行かなきゃいけないほどですね、辛い目に遭うかもしれません。ですから、この生垣を手入れするときはですね、特にこの季節ね、この季節にやるときには、事前にちゃんと茶毒蛾が発生してないかどうかチェックしてください。葉っぱが食べられてますんで、分かりますし、そう、発生したてだとね、葉っぱの裏に幼虫がいっぱいついてます。それでもし見つけたらですね、手入れすぐやめて、消毒して、まあ、翌日やってください。で私たち仕事でやるときはね、当日行ってみたら茶毒蛾が発生してるっていうことがありますんで、そういうときはやっぱりね、それからでもいいから消毒をすぐします。それとか、カッパね、カッパを着てやるとか、します。それとね、これで気をつけなきゃいけないのはね、手入れする人は気をつけてね、手入れして下に葉っぱが落ちるわけなんですが、他の人が葉っぱの片付けなんかでね、手伝うと、その落っこってる葉っぱについてた毛虫にやられちゃうなんてこともありますので、注意が必要です。犬つげですね。犬つげは、昔から生け垣の定番樹種ですね。葉が小さい、刈り込みに耐える、すぐ芽が出てくる、
成長がそんな早くないなどですね、いいことずくめ、病虫害もほとんどないということで昔から広く使われています。ところが最近ですね、犬付けが枝が枯れるのが流行ってきました。でもね、もうそう心配することはありません。私もこの 5,6 年でこの病気をだいぶお付き合いしましたが、難しいことなくですね、解決できます。一つはですね、やっぱある程度透かしてですね、風通しを良くしてあげる。それから毎回言いますが、土をほぐして木を元気にしてあげる。それからこれはのカビなんですね。で、5、6月に、例えばトップ GM などの殺菌剤を散布すればですね、今まで私のお客さんみんな収まってます。銅山ツツジですね、この木よく見かけるかと思います。春にはこんな可愛らしいスズランのような花、新緑、秋の紅葉、まあ紅葉は年によって違いますが、こんな綺麗な赤くなる年もあります。それから冬枯れでね、この木はね、冬枯れしてもね、刈り込んで枝先が密になりますので、結構それなりに目隠しにも役立ってます。とてもいろいろシーズンごとに楽しめるいい木です。サツキツツジですね、サツキ。ここまでずっと説明してきましたが、最後になるほど私のおすすめの樹種です。特に最後の方のサザンカ、イヌツゲ、ドウダンツツジ、このサツキはですね、まあ定番中の定番といっていい樹種です。ところでサツキにはですね、ツツジという呼び方とサツキがありますが、ツツジはですね、4月から5月頃に咲くものを言って、サツキは6月に咲くものを園芸的には言います。植物学的には同じ仲間です。サツキもですね、すごく種類が多くて、園芸品種がたくさんあって何百とあるかと思います。ところで選ぶ時の一つの注意点としてですね、まあサツキの葉っぱは小さいんですが、小さな中でも大きいのと小さいのがあって、これは大きい方です。でこの大きいの方の葉っぱはこれほど大きくなります。小さいのはこじんまりします。ですからあなたがどんな場所に植えるかというのにはですね、一つは葉っぱの大きさ見て選ぶというのも大事です。生垣に適した樹種、まあ、適さないのも含めてですね、名前とか特徴をまとめてみましたのでご覧ください。針葉樹と広葉樹に分けてあって、広葉樹はこの後もう一枚あります。一時停止してご覧ください。最後にもう一度生垣のことをまとめてみました。生垣の役割、生垣の楽しみ方、生垣は手入れ次第ということです。どうもお疲れ様でした。これらの情報をですね、順次アップしますので、チャンネル登録の次にベルアイコンで設定しますと、私がアップした情報が皆さんに自動的に届くようになりますので、セットしてみてはいかがでしょうか。それと皆さんの地域の情報や質問をお寄せください。いいねをいただけると励みになりますので、ぜひお願いします。それとアップ済みの動画の再生リストがあります。検索はこちらでお願いします。では次の動画をご期待ください。